当に嘘つきだな。人事勧告のことですから、また必要ありましたら人事の総裁の方から答弁があると思いますが、小規模企業、1人から50人 の, その企業を対象にしてないというのは、これはその通りなんですが、これはもう自民党時代からずっとそういうことであります。それを、現在では。静粛に。これは事実をお示ししているわけであります。それから深掘りの件でありますが、現在は人管を完全実施するということ、しかし、その通常国会に、次期通常国会に、いわゆる深掘りのことを労使でこれから話し合って、合意を得て出そうということも、それももう宣言しているわけであります。ですから、そのことはよくご理解いただきたいと思います。以上、塩田君、時間が来てますから、まとめに入ってください。いずれにしてもですね、マイナス 1.5 では790億しか減らせない。静かにしてください。聞こえません。公務員の総人件費2割カットをやろうと言ってるのに、この程度しかできないんでありますから、そこのところは自民党時代からやってたからいいっていうわけじゃないはずですよ。変えるなんて話はあんまりないし、そこのところちゃんとやんなきゃいけないのと、いずれにしてもですね、言ったことはやらない、そしてその統治能力はない、そして統制能力の、内部の統制能力もない、そういう内閣で今こうやって国民の皆さんがみんな不安になって、どこに行っても今我々言われるのは、塩崎さん、この国は潰れるぜこのまま行ったら、こういうことしか出てこないんですから、ここのところはもう一日も早くやっぱり政権を変えてもらわなきゃいけない、私は思って終わります。この際